ゴムからお届け中野人図館。さあ始まりました J コムがお届けする全国ご当時人図館の中野バージョン中野人図館番組ミシを担当しますブル中野ですよろしくお願いします <laughs> この番組では毎回中野区で活躍される方をご紹介していろいろな話を聞いていこうという番組です今回のゲストにお越しいただいたのは 東北復興大祭典中野の実行委員大内慎吾さんです。大内慎吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では三つのキーワードからゲストの人生を紐解いていきます。さあ今回のキーワードはこちら。一つ目東北復興大祭典中野ってどんなお祭り？二つ目中野と東北地方の絆。三つ目 終わらない復興への道ということなんですけどもまずは一つ目ですね「東北復興大祭典中野」ってどんなお祭りということなんですが一体どんなお祭りなのかを教えていただけますか、はい、あのこのお祭りは、はい、今から7年前から始まったお祭りなんですけれども、はい、最初は「青おり人の祭典」そして「東北復興と」と、うん、2>, 2つのテーマで、えー、開催されてました。 はい、そして年2年前からは東北復興ということを中心に東北6県各県からさまざまな形で応援をいただいてイベントのお祭りやあるいは物産展、はい、B 級グルメといろんなものを中野で集結して楽しんでいただこうとそして東北の復興の思いを忘れずにこれからも続けていこうということが大きな狙いだと思います。 今年は10月26、27日土曜日に開催されるということなんですけども中野の区役所の正面を、はいえー、中心にサンプラザの正面あそこに大きな<ー>あの舞台を作り、はい、そして中野の北口の広場、はい、あの今、バス停になっている<ー>とこと、はい、あるいは中野の,その目北口の目の前の広場 はい、約よ四か所、おお、そして四季の森公園の一部をも使ってお祭りをやってます。結構大きな規模でやられてますね。うんうん、あのー、やはり毎年参加団体が増えたりして、はい、あるいは遠くの方多くの方が参加されるということが年々増えてきているので、うんうん、少しずつ場所も増やしているという形になってますね。はい、なんかこう浸透しているっていう感じがありますね。はいそうそう 今では本当に来場される方も増えてきて今年昨年は天候が良かったせいもあって30万人近い方が来場されて中野の区民の方はもちろん周り近郊の方も来ていただいてあるいは東北からわざわざそのために来られる方も大勢いらっしゃるということで非常に盛り上がった。 イベントになってます。素晴らしい。さっきあのグルメの話しましたけども。うん、どんなグルメしし、なんかしじみラーメンとか。はいうん、なんですか、この八戸せんべい汁。などがある。って、うん。そう、あのね、えー、まあ。ご当地 B. 級グルメと言えばいいんですかね。はい、あのー。山形の芋煮もあるし。うん、あ、日本にある、大好き。うんうん ね、あれはもう非常に人気ある食べ物だし、はい、あととにかく東北のそのそれぞれのちっちゃな町から、うん、あの出店していただいて、うん、本当に、えー、地域の地元の味を東京で味わえるということで、はい、その東北出身の方も懐かしがってね、うん、本当に喜んで、はい、こちらにいるのの出身の方もて。はいはい それもあるし、うんうん、あと東北の味を知ってもらうと、うん、中野の方、その祭り来た方に知ってもらって、はい、ぜひともその今度は次回は現場に行って食べてもらうと。うん、そでそれが一つまた東北の復興というんですかね、うん、盛り上がりにつながっていくのかなと思っております。うん、あのそのお祭りでは、あのしじみラーメンとか、うん、えっと八戸せんべい汁とかも作るのも、実際あちらから 来てる東北の方が作るんです。もちろん、あの、東京の人がやるわけじゃなくて。あ、あ、あ、じゃ。向こう、向こうから現地から、全部食材も調達してもらって。え。じゃ、あの、そこで、あの、食べれるんですね。そう、その場で。はい。あの、食べる形式で、当然、あの、地ビール。はい。もちろん地酒。地酒。地酒大好き、地酒もございますし。やっぱり東北といえば、あの、美味しい名メがたくさん揃ってるからね。ぜひも、その。 皆さん味わっていただきたい。そっち行っちゃう同じだよね。わかりました。いやでもあの結構なあの安い感じで提供されてるんですかね。結局その利益を目的とするわけじゃないんで、いろんな東北の各まああのまあ青森市だったり秋田市だったりということなんで、そのほかにいろんな町町からもその宣伝を兼ねてやってきてくれてるんで、そのお金。 的に言うと非常にそんな高いものではない。うんうん、あの青森ホタテもあ<ー>来てますしね。はい、いろんなそのやっぱり町の紹介を東京でできる場面というのはなかなかないということで。はい、すごいチャンスですよね。そう。だから毎年その来られる自治体の方も増えてますし、うんうんうん。やっぱここで中野でやってあの本当に美味しかったから今度本当に東北に行ってみようっていうその絆っていうかね。それが一番だと思いますええ、ね、それが一番だと思いますね。 すごいあのサンプラザ前ではステージが設置されて<え>なんかすごいいろんなところからのお踊りですかこれ踊りというか何<う>ですかねあの上の方から行くとはいまあ,あの盛岡の三叉踊り踊りそして仙台の雀踊り。はい 福島のわらじを担くんですけどねおっきいやつですよねテレビで見たことあるそして秋田の関東も来るしあるいは黒石よされも来るしそれ写真あるんそうだ写真がですねぜひぜひじゃんということでこれがまあこれはねねぶたなんですけれどもこれはパレード これはあのサンプラザの舞台では行いませんけども四季の森の北側の道路を封鎖して日間行いますこれがねぶたこれも本当に一大イベントですよねこれがやはりねぶたの時に青森のねぶたというのは羽戸が周りにつくんですね後ろに。でこの羽戸は青森のミスター羽戸そういった方もやって来るし。 ミス、えー、ね,あのねぶたみたいな女性のきれいな形も来て一緒にそういう形も、ね、来て一緒に踊っていただけると、はい、これが、はい、でこれが、えー、3つ目でこれが先ほど言った岩手の三叉踊り三叉踊りでこれが、えー、仙台の雀踊り,雀踊り、えー、仙台はね七夕<雀>も今年はやってきてもらえるということで七夕、はいえー、の披露もあります、うん

秋田の関東と、はい、これはあの本当に、えー、これは広場であの式の森の広場の方でもやるんですけども竿、はいはい、を何本も継ぎ足して、うん、なかなか見れない、はい、非常にいい<う>、うん、あの灯籠に火を入れて残念昨年好評でしたんこんなのだって見れないですもんね、うんうん、これなかなか見れないですね東京だったらねわあすごいでこれはクロをされてこの方たちはあの最初の時から参加をしていただいてる、はいる、えー 黒石を押されということで、これが今年はあのパレードを行っていただけるということで、はいはい、でもこのやっぱ一番目玉はねぶたねそうですかね二、ええ、日間ね,ねぶたはねあの、はい、この羽と戸、ねぶたというのはねぶたと言ったり、はい、いろんな青森であるんですけども、はい、青森市のねぶたはねぶた祭りと、はい、で羽とが周りにこうラセララセラとあ,、ね、あの勢いのいいあれで跳ねるんですけども、はいうん あの、一般の方も参加できますから当日受付当日受付当日行ってやりたいんですけどっていうこすぐにできるこの踊り会社でもこの衣装っていうかこれも貸してもらえないもちろん着付けから何からすごい多少か金有料ちょっとインチされたくないぐらいは借りますけどももちろん自前の衣装で来られても結構ですしでもこれに似た衣装じゃなくちゃいけないですよね なんか私のなんか昔のプロレスのやつみたいな大丈夫ですいいんですか私が OK しますあれであの跳ねててもいいんですかねあとこれあ、なんですかあとこれね、これおすごいまあこれはねこれを被るのみんなまあみんなというわけじゃないですけどね青森の人たちは結構これ被ってますねえーなんか似合うどうですどうでしょう似合います似本当ですかこれを被って跳ねて 踊る踊るっていうかそうですねわすごいだからこれがミスター羽人と言われるような人たちはここが電飾になっててねなんかピカピカ光っててすごいんですいろんな工夫してるんですねみんなね目立つようにそっか私現役だったらこれで入場したかったプロレスの会場試合勝ちそうすごいですね豪華豪華ですねそうです、これ。 毎年青森市の小野寺市長がこのねぶたの時には必ず来ていただいて最初にごあいただ頂いて小野寺市長が「掛け声いざ出陣」それからねぶたがドーンドーンと音で始まって「ラッセララッセラ」と始まるとララララセセそう。もう踊りもそんなに難しくないですからぜひ参加していただければと。 その当日行けば、誰でも踊れるということで。ただ、あの先着順ですから、五十名ぐらいの衣装、衣限りがあるんでね。あ、そうですよね。うん、その日二日目と、毎日、はい、あの二日間貸し出ししますか。ぜひいらっしゃい。わかりました。はい。それでは、二つ目のキーワードです。中野と東北地方の絆ということなんです。まあ、でも、今でもね、あの、いっぱい話していただいたんで、いろんなことがちょっと分かってきたんですけども。うんうん、まずは、あの。 大内さんはもともと中野区の出身なんです。はい、中野です。中野で。小学校、幼稚園か、幼稚園から、高校まで。中野で。育って。はい。今は、あの。まえ、現在、中野区の。区議会議員なんですか。一応、あの、まあ。そういう仕事もしてますけども。はい。今、あの、私、あの。と、東北復興、ねぶた振興、中野区議会議員連盟と。いうの、をあの、昔、みんなで。この。 こ復興に、はい、のお祭りをさえ立ち上げまして、うんうん、今、会長を務めさせていただいていあ会長さんなんですねそういったまあご縁で今日はあの宣伝を兼ねて出席をさせていただいているんですけどキーワードの中野と東北の絆ということなんですけども一体どうして中野で東北復興のお祭りをすることに、うん、まずきっかけというのがこれがちょうど確かあの7年前、はい、え東日本大震災のはい。 1>, 1年明けた翌年の時に青森人の祭典というものを中野で実施しましょうということで青森県人会の方からお話を頂い,いてじゃあ1年だって、うん、1> そうですね、で1年後だったもんですからちょうど中野当時中野祭というのがあったんですけども、はい、それが。 ちょうど震災の影響、うん、あるいは駅前の広場がなくなったということで、うんえー、その震災の年開催できなかったということもありまして、はい、何かやはり中野で一つ目玉になるそういった大きなイベント、あのー、例えば、えー、お隣の高円寺だと阿波踊り、はいうん、そして阿佐ヶ谷だと七夕、うんはい、じゃあ中野ではねぶたをやろうと。うんうん いうとこから、あのー、始まって、うんうん、今先ほどのねぶたはあ中型ねぶたといって、うん、大型ではないんですけどそれでも横4メートル奥行き横が7メートル、奥行きは4メートルか、うん、上が3メートルぐらいの高さがあって、うんえー、東京都内あるいは関東でもなかなか大きなこのねぶたを運行してるっているとはないはずなんですね。うんうん、そういうことで東京のそのいろんな囃子の方たち、うん 三団体大きな団体なんですが、そういった人も協力していただいて運行していると。そのねぶたってえっと中野に来てから作るんですか。それともいやあのね東北から全部あの東北の絆祭りで使ったものをそのまま中野に大型トラック何台かに分けて郵送してもらう。あ、えっとおいでため式みたいになってんです。バラバラに一回組み立ててあバラバラにしてでまた専門家が来て中野の駐車場のところで組み立ててもらうんですね。 うん、でもそこの部分も見たいです、ねうん、面白いですよ、うん、ですすね面白よそれがきっかけで始まって、はい、3年今2年,2年前か2年前からは、はい、あの東北復興ということをもう中心に、うんはい、あるいはうあの他の大きな震災を受けたと、うん、そういったところにもちゃんと光を当てるっていうか目を当てようということで、うん、今は特六県の形の全ての 大きなイベント、はい、そういったものを中野で開催してもらうということでやはり東北復興っていうか、はい、あの震災が起きた時に、はい、やはり東区の方に中野区の職員がたくさん派遣されたんですね、はい、あの今でもまだ、はい、石巻東松島に職員を中野区で派遣していると、はいはい、今でもですね。 田舎の東北をやはりいろんな意味で形で盛り上げていこう、うん、で震災のことを忘れてはいけないと、はい、おいったこともあるんでこのいったお祭りを通じて、はいえー、みんなでこれを一つにして、はいえー、東北の思いこの時は思い出しましょうと、はい、しっかりと。うん、そうですね、うん、やっぱり忘れがちになっちゃうし、うん、いろんなことがあるんでちょっとあまり思い出せない。 こことともも、あるんですけどそうういがお祭りだったりととと、か、いろんなこがあるすねやはりねぶたもそうですけどやはり灯籠昔灯籠という意味合いもあるんでねそのやっぱり亡くなった方たちを供養するというかそういったことも兼ねてやはりこの時期中野で震災をもう一度思い出さそうと今はやはり東北だけじゃなくて広島だったりあるいは九州熊本の大震災も ありましたので、うん、そういった方たちも一緒に参加してあの中野で、はい、そういった方たちの生活のこととか、はい、話をしていただくと、うん、現地の方たちに来ていただいて、うん、その今の現状をお話ししていただくと、うん、そういったことも大きな目的の一つだと思っています、はいはい、中野でこのお祭りを続けている意義というのは一体どういうところにあるんでしょうかね。 中野,中野というかまあ東京、うん、あるいは関東、うん、あのこういったところでも大きな震災が来るかもわからない震災って決して他人事ではないんだということをやはり私たちでに考えなければいけないしやはり日本という国一つの国ということでまとまってそういった震災については全員がみんなが他人事じゃないと取り組みをしないきゃいけないしまた中野にはあの東北の復興で震災で被害を受けた方たちがもう来られて、はい、多く来られてますからね。 そういうたちにやっぱりたまにはふるさとを思い出してもらおうとお、うん、いったこともあると思うんですね。あ、すごいもうこれは本当に素晴らしい意義だと思います。三、えー、つ目のキーワードに行きたいと思います。三つ目です。終わらない復興への道、うん、ということなんですけれども。うん えー、詳しししくくよろしくお願いします、まあ、あの今話した通りなんですけれども、うん、本当にこれからあーいつ震災が東京を襲うか分からない、えー、そういったことも考えていくとやはり絆をつくっしっかりと作っていく、えー、東北の方にそういった時にはしっかりと、うん、支援してもらわなければやはりとこんだけ大きな首都圏ですからね駄目だと思うそういったことで、はい、やはりお互い困った時には助け合うとおいった気持ちも忘れずに 東北の方たちにあるいは九州の方あるいは広島のそういった災害を受けた方たちに私たちが常に日頃からこう気にしてるもですよ募金箱もちゃんと用意してありますんで毎年それでお金を実際にそれぞれ持っていっているそういった活動もしておりますので、はい、ぜひご協力お願いしたいと思います。はい 一番そこがなんかフォーカスだったんですけどもあでもあのいつ本当に自分たちの右にあの同じことが起きるか分からない、えー、いろんな東北の方たち今来られてあの今状況がどうなのかっていうのもすごい私すごく知りたいし自分たちが次にそうになった時にあのすごいあの皆さんの,あの経験したことが役に立つんだなっていうのを分かりましたそしてあのやられている絆を大切にということで。 あの本当に今日はいろんなことを考えさせられるあの番組でしたはい、えー、あっという間に時間が来てしまったんですけども、はいえー、中野区芸術館では今後も中野区で活躍される方をご紹介していきますので楽しみにしていてください、えー、今日は大石さん本当にありがとうございましたありがとうございましたぜひお待ちしております